どうも皆さん、裏切りのビレスケ太郎です。ということでですね、今回は倒すあのボスが出てきてます。一応ボスが出てきてるので、裏切りのジャックナイフというね、ボスが出てきてます。はい、ということでこのワゴンワールで、ボコしていきたいと思います。はい、外回りだっけ、あいつ外回りだっけわかんないかーいって、あ、内回りですね。内回りにいるらしいです。ということで、ここで神田橋のところから、ボクシーに行きたいと思います。もうね、余裕よ余裕。ちょっと焦ったのは、スターレットのスタート時くらいだね。うん、ミスターオセロの時のスタート時くらいかな。うん。それくらいで焦ったの。あとは余裕、もうね、クソチンパン。うん。さあ。もうね、これ裏切りジャックナイフとかね、こうやって通り過ぎちゃいますよ。もうこうやって通り過ぎちゃうからね。ふい、はい、ボス裏切りのジャックナイフ、お前をケチョンケチョンにしてやる、このワゴンワールドだな。はい、何、加速で負けてるだと、何、加速で負けている、おかしい、そんなことはないぞ、絶対にないぞ。あはははザコがいいバトルをさせてもらおうかね。それでこれよ、あいつ肉だろ、コーナー早いわけよ。ちょっと分が悪いんだよねコーナーがあるとちょっと分が悪いわけよ。でももう俺を前に出したらもうね、もうノーチャンスだからな。あとは突き放すだけだから。綺麗に曲がれば相手もこうやってガーンって殺るし、あ、やばい、これはまずい、これはまずい。もうワゴンワールでね、こうやってね倒すのがね、夢ウェンジ乾燥してるからね、このね。いや、でもいい勝負してるよ。コーナー本当に遅い、コーナー雑魚すぎ。いや、これさっきが思いやられるが。いや、待って。正直なこと言っていい？コーナーゲロ遅いな、これ。他のライバルを倒すのはさ、すーごく簡単だったじゃん、コーナーでも。もう、ボスになったらコーナークソ遅いな、このワゴンワールと思っちゃったよ。はい。倒しました、一応。はい。モトリ部長。ああ笑っちゃうね。ということでボスを一つ倒しました。裏切りのジャックナイフというのをね倒しましたけれども、こいつのプロフィールを見てみましょうね。うん、布団メーカー勤務なんだこれと。布団メーカーやばいね。元13気象の人々、2年前に敗北してからしばらく首都高を離れていた。しかし再び首都高最速の座を狙い戻ってきた。以前からその天才的な走りには定評があったが、地道な特訓によりさらに磨きがかかっているが、はい。で、バトル相手の後ろにぴったりつけ、わずかな隙を見計らって前に出る。プレッシャーのかけ方もうまく、先行するドライバーはよほど強靭な精神力の持ち主でないとミスは免れないと。ただし、ブロックに関しては未熟と。そういうことね。はい。もっと、孤軍奮闘だからね。かっこいいけどさ、かっこいいけどね。うん。かっこいいけどね。うん。それだけ。はい、ということで、今回はここでおしまいになります。次回は、まだ終わってないところがあるんで、はい、そこを倒していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。